では、うん、戦略家、うん、NT ですね、うん、プロメテウス、はいはい、NT の人たちとの付き合い方、うん、直感思考 NT 型は何よりも能力を重視する、うん、そのため何事においても他人より少しでも抜きんでようとするよと、うん、負けん気が強い、うん、物事を対極的に眺め複雑な問題を解き明かす能力が自分にあることを誇りに思っているとあります、うん、では、うん、外交直感思考決断の人、うん、外向きいや ENTJ ですね、うん、ENTJ、はい、ENTJ の人は、うん、人の上に立ち出世を求める人とあります、うんうん、ENTJ は強いリーダーとしての資質の持ち主だと、うん、愛想がよく社交的でエネルギーに満ち身振りも話し方もキビキビとしている、うん、強い意志と前向きな姿勢を持った有能な戦略家だと、うん、複雑な問題をすぐに理解する能力があるが、うん、その自信が態度ににじみ出ており、うん、腰は低いがこちらを見下しているようにも見えると、うんうんうん、同時にいくつもの計画に取り組む能力もあり、うん、そのすべてをきちんと成し遂げることができる、うん、時に他人を支配し命令を聞くように強制しがちだ、うんうん、言葉遣いは洗練されている。出世欲が強くリーダーシップを発揮できる地位に就きたいと熱望しており、うん、管理職や経営者にまで昇進する場合が多い、うん、趣味として自己啓発に勤しむ、うん、余暇でも各種団体やクラブに属しそこでもまたリーダーになる、うんうん、タイプ3ですかね、うん、タイプ1ですかね、うん、の注意を引く言葉。この人たちを、はい、ごちゃごちゃ言わずにどんどん働けと、うん、この仕事の責任者になっていただけませんか、うんうんうん、喜んで引き受けましょう、うんうんうん、どう戦略を立てるべきだと思う、うん、でこんな ENTJ との付き合い方、うんうん、遠回しな言い方をせずすぐに要点に触れよう、うんうん、納期などの約束は必ず守ろう、うん、ENTJ が反論することを予想し、うん、入念な下調べをしておこうと。で、大胆で斬新なアイデアを提案しよう、うん、多分現実的じゃなくていい、うん、大胆で斬新なアイデア、うん、で、またあなたの提案や主張が対極的に見て理にかなっているかどうかを、うん、常に意識しよう、うん、木を見るんじゃなくて森を見ようってことですね、うん、この相手をこの人を相手にする場合は。で、もしあなたが気持ちを傷つけられたら冷静に正直にその場で抗議をしようと、うん、多分気持ちからちょっと遠い人なんですかね、うん、感情的には T だから感情よりも、はい、この理屈の方が重要だって感じですよね、はい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 、だから傷ついたって理路整然と話せば、うん、ああごめんと、うん、傷つくんだ、傷ついたんだ、傷ついたんだ、うん、ごめんっていうふうになると思います、うん、ではその内向版ですね、うん、INTJ 内向直感思考決断型は、うん、アイデアを発想する人とあります、うん、INTJ は16性格タイプの中で最も独立心が強い、うんうん、静かで控えめで他人と関わる時も冷静で礼儀正しい、うん、ところが自分にとって重要な計画や専門知識や技術の話になると、うん、途端に張り切ると、うん、目立つのが嫌いで裏方に回るのを好む、うん、お世辞や称賛は苦手、うん、一人きりで自分の知的世界に浸っている時が一番幸せ、うん、話は長く複雑で他人が理解するのは難しい、うん、ところが自分の話をすぐに理解できない相手に対してはイライラしバカにする態度を取る、うん、行動は思慮深く慎重、うん、服装は地味だが他人からどう見られようが気にしないので、うん、個性的な格好もする、うん、自分にも他人にも欲求するレベルが高く親分風を吹かし、うん、あれこれ指図したがる、うん、趣味も仕事も自己啓発的なものも知的なものを好む、うん、語学、チェス、クロスワードパズル、うん、読書などと、うん、で、注意を引く言葉、大変面倒な問題が持ち上がってしまってるんですけど、うんうん、とか、うん、斬新な意見が欲しいんだけど、うんうん、とか、うん、対極的に見るとどう思う、うんうん、とか、うん、お言葉を返すようだが、うん、まあ、倍になって返ってくると思うんですけど、
やる気が出ちゃう、向こうのやる気が出ちゃう、っていうこの INTJ との付き合い方、うん、新しいアイデアや提案は書面にまとめて提出する、うん、そして考える時間を与える、うん、この INTJ は能力を重視する、うん、戦略をしっかり立ててから話を切り出そう、うんうん、たとえ仕事で成功を収めても、この INTJ から感謝やお世辞の言葉を期待してはいけない、うんうん、この INTJ は褒め言葉の類は無意味で不要だと考えている、うんうんうん、で INTJ の話を途中で遮り後を引き取って話さないこと、うん、たとえその話が取り留めがなく結末が分かっていても辛抱強く耳を傾けてあげようと、うん、で論理的に話を進めよう、個人的な好みや言い訳を口にしない、うん、あなたの感想ですよねひろゆきですねあなたの感想ですよねそれ、うんうん、っていう案で、あなたの提案、うん、この INTJ に対する提案が、うん、INTJ が考える全体像にうまく適合しているかどうか常に注意しよう、うん、とあります、はい、で外交直感思考柔軟の人、うんうん、ENTP ですね、うん、ENTP 型、うん、ENTP 型は強い印象を与え人を興奮させる人とあります。うん、 ENTP は大変魅力的でカリスマ性があるがやや軽薄なところもある、うん、熱意と活力にあふれ社交的で人の注目を浴びるのが好きだと、うん、賢く頭の回転が速い、うん、巧みな話術を使いジョークも得意で言葉遊びもうまい、うん、劇的なものが好きで喜怒哀楽を顔に出し、笑ったり簡単に泣いたりする、時には嘘泣きでないかと怪しまれるほどだと、話し相手のすぐそばに立ち体に触れ慣れ慣れしい口の聞き方をする、好奇心が強く観察力が鋭く人の心の内側を敏感に察する、人に感銘を与えたいので高価な洋服を身につけできる限りの贅沢をしたいと思っている、うん、楽しそうなことがあれば仕事をそっちのけにして飛びつく、人と接する仕事が好きで自分の想像力を発揮したいと願っている、うん、趣味としても野球やバスケや演劇とか人と関わり合いを持つことが好きだと、うん、でこの人たちの注意を引く言葉としてはこの案はどうだろう、うん、とか議論を重ねて可能性を探ろう、うん、可能性を探ろう、うんうん、やや突飛な案かもしれませんが、うんうん、新しい紹介したい人がいるんです、うん、新しいのが好きなんですね多分、うん、とのこの ENTP との付き合い方、うん、この人に対しての提案については、うん、あれこれ質問を投げかけてくるので、うん、ちゃんと答え自分の考えを話せるようにしておこうと、うん、このアイデア、この ENTP に対してしたアイデアが、うん、全く前例のない新しいものであることを強調する、うんうんうん、斬新であればあるほど、うん、興味を引く、うんうん、はい、で小さいことにはこだわらなく、うん、全体像を重視、うん、アイデアさえ良ければ多少の不備などは後からどうにでもできると考えている、うんうん、でいろんな情報が欲しいと思っているので、うん、結論はせかさないようにしようと、うん、いうふうにあります、うん、内向型に行きますと INTP、うん、INTP は完全無欠を求める人とあります、うんうん、INTP を深く知るのは難しいと、うん、秘密主義で自分の内面をさらけ出す相手を注意深く選ぶからだ、うん、戦略家で一人静かに複雑な問題を分析しているこそ本領を発揮する、うん、自分の内面にばかり意識を向けているのでその風貌はまるで考え事に没頭して上の空の大学教授のようだと、うん、周囲で起こる日常生活の細々としたことにはほとんど気がつかない、うん、思考の過程は複雑で周りの人には理解できない、うん、会話の途中でしばしば話もやめぼんやりと注意を見つめうまい言い回しはないものかと考えあぐねる、うん、集団の中にいても一人ぽつねんとしている、う
やる価値があると思わない限り議論には加わらない、うん、服装には興味がない、うん、一人でじっくりと仕事に取り組むことができて、うん、あれこれ考える仕事に向いている、うん、読書も映画も音楽も電子的なものを好む、うん、とあります、うん、注意を引く言葉、この問題についてしばらく考えていただけますか、うん、お好きなだけ時間を使ってください、うん、誰にも解けない難問があるんだが、うん、この問題をどう解決すればいいんだろう、うん、なんていう INTP との付き合い方、うん、できるだけ選択肢を用意しておくこと、うん、一旦決定した後でも新しい情報が入れば、うん、すぐに計画を変更する可能性があることを確保しておくことと、うん、この INTP は解決不可能な難問に直面したことがない、うん、そこでとびきり難しい問題をぶつけてみよう、難問であればあるほど、うん、夢中になるよと、うん、で実際に行動に移す前にその問題をじっくり検討する時間を与えてあげる、細かい仕事、退屈な仕事を させるのは控える、うん、挑戦しがいのあるやりがいのある仕事を与えようと、うん、で能力と専門知識を尊敬していることを伝える、うん、プライバシーを尊重して親しい間柄になっても私生活には立ち入らないようにしましょうというふうにあります、うん、はい、